なんかやっぱり中学校の岸田中っていうところだったんですけど、のグラウンドは、帰って立ち寄りたいかな。岸田小学校、中学校、両方とも。で、引退してからすぐ、岸田小学校のグラウンドに行ってきたんですよね。要は野球を始めた場所だったので、なんか、思うことがあるかなと思って、行ったらすごく、良かった。なんで良かったかっていうと、やっぱり自分が野球を始めてきたのがここで、なんかいろんなことを思い出せた。例えば監督に怒られてグラウンド走らされた記憶とか、お父さんお母さんが一緒にこう野球の手伝いしてくれたこととか、もちろんチームメイトと一緒に汗を流したこととか、だからそんなことがすごく、引退した後だったからすぐ行ったので、なんか、はい、ちょっと感慨深くてというか、いろんな思い出されて、いろんなことを、はい、思い出しましたね。改めてまたそこで頑張ろうとか、いや、まさにそうです、はい。改めて、あ、やっぱりあっという間の野球生活だったけど、今日いろいろな人たちに支えられて、幸せな野球人生を送ってこれたんだなっていうのを感じて、じゃあこれからはやっぱりその方たちに対して自分は恩返しする番だなっていうのを感じたので、大田にある第一県ってとこあるんですけど、第一県の軒並みの、はい、書いてのシューマイをよく食べてました。へえ。昨日母親が昔働いてたのかな、バイトかなんかしてて、学生時代に、そこは多分ずっとあるお弁当屋さんなんですけど、あ、お弁当屋さんですか。はい、でそこはシューマイが有名で、そのシューマイよく食べてました。あ、そうなんですか。はい、今の時々食べることなんです。はい、はい、群馬で生まれ育ったことで僕にとってすごく大きくて、なんだろう、いい意味で田舎じゃないですか。だからこそのびのびと体目いっぱい使って育ててもらったなっていうのがあるので、この広大な土地を生かしてスポーツのために、子供たちのために何か歓迎したいなと思ってるので、それを群馬の皆さんに一緒に協力してほしいなと思って。